僕にとって料理は哲学ですね。和食っていうのは仕事でもあり、自分が楽しむものでもあり、やっぱり特別なものなんですけれどもね。素材を生かした料理ですから、素材本来の持ってる味をどう引き出せばいいのかっていうのを考えてますね。